今日は鳥海山鉾館山荘から山頂に向けて登山を始めます。山頂直下の小屋まで行く予定です。一番の心配は天気だったんですが、無事に晴れてくれました。では行ってきます。鉾館山荘からの景色です。日本海側がずっと見渡せました。本日の予定はここ鉾館山荘から歩いていき、鳥海湖の横小浜小屋を通過し、さらに登っていきます。そして鳥海山下の小浜小屋、できれば頂上も目指したいと思ってます。鉾館展望台到着しました。頂上がちょっと見えています。感激。8時53分、そろそろ西の河原です。9時35分、小浜小屋に到着しました。小浜の鐘、鳴らしてみます。昨年来た時は見れなかった鳥海湖、見れてきました。10時3分、小浜小屋から頂上を目指して出発します。標高1700メートルほど、小田ヶ原に到着しました。ここから少しだけ下ってまた登ります。そして頂上が少し見えてきました。登ってきました。美しい景色です。ここから道が険しくなっていきます。登りがきつい。今日は天気がいいので、ここから外輪山コースを行きます。少しきついですが、七宝山目指します。本当に綺麗に見えてきました。正面が七宝山、谷に山小屋があって、その横が頂上新山、2236メートルです。さらに登ってきました。そして谷部分に小屋がはっきり見えます。さあ、ここの尾根をずっと歩いてきました。よく歩きました。まもなく七宝山山頂です。七宝山到着。ここからは山小屋、そして新山がよく見えます。七宝山山頂です。七宝山分岐に戻ってきたので、ここから下ります。かなりきつい坂です。谷には雪渓がありました。足場が悪くて行けませんでした。そして山小屋到着です。今日泊まる山小屋です。1泊2食付きで13,000円、そしてコンセントもあります。これから鳥海山山頂へと向かいます。登るルートと下るルートがあるようです。そしてここを登っていきます。ここからは岩登りです。せっかく登ったのに、また谷へと下ります。そして新山2236メートル、鳥海山頂上到着です。この骨をずっと登ってきたんです。すごいでしょう。名残惜しいですが、新山これから下山します。下山途中に大道というところがあります。生まれ変わります。無事に岩場部分を降りてきました。落石の危険があるので、できればヘルメットがあった方が良かったと思います。山小屋に戻ってきました。今日の工程は終了です。5時半、夕食です。今日のメニューはサバの味噌煮と、ご覧の通りです。夜が明けて8月27日朝になりました。真っ白です。昨日登っておいてよかったです。山小屋の朝食です。ご飯と味噌汁と生卵とおかず少々です。朝7時、山小屋を出発して下山します。今日は鳥海山は真っ白、見えずです。アザミが咲いてます。下向いてますね。そしてここにはたくさん咲いてみました。
地上が見えました。下界は晴れているようです。また朝に咲いてました。こちらの方が綺麗です。多分日光キスゲかな。ここにも雪景がありました。谷まで降りたのでここから少し登ります。ここからはガスも晴れそうです。昨日来た外輪山との分岐に戻ってきました。下界がよく見れます。よく晴れてます。小田ヶ原到着。もう少しで小屋到着です。そして鳥海湖が綺麗に見えてきました。風が強い。鳥海湖の景色最高です。9時16分小浜小屋出発です。ここからは歩きやすい道になってきました。もう少しで鉾館山荘です。鉾館展望台通過したのでもうすぐ到着です。11時54分登山口の鉾館山荘到着です。鳥海山登山無事に終えたのでこれで終了です。ではまた会いましょう。